はい、どうも、トワイスです。では、リプレイ続きやっていきましょう。前回は実験室まで調べましたね。で、一応これ、歩きとシフトダッシュできるみたいです。前回説明してましたが、ここは入れない。で、こっちが来たところで、ここは入れなかったな。こっちには行った。入ったな。あ、そうだ。一番下まだ試してなかったですね。これ特別収容室ダメか。レベル A カードキーがないと開かないってことなんでしょうけど、2階か。ここは無理か。行きましょう。2階来たと扉がひどく冷たく開かない。凍結してしまっているようだ。あー、なるほど。ってことは、ここが冷却剤保管室で、多分何かがあって冷却剤がばらまかれてしまったんでしょう。で、それを前回見つけた、あの大きい機械を使って溶かしてここに入ると。今のところ誰か敵みたいなのは出てきてないですが、果たして、結婚。まだ乾ききっていない。嫌な予感しかしないですね。これもか。そうか。音楽が消えた。道は行き止まり。これはもうこの中に何かがいるとしか思えないですね。なんかいたわ。え？消えた。結婚が増えた。一つ嫌なことを思ってしまったんですけれども、獣に襲われたかのような、むごいかな、死体だ。まだ暖かい。まだ暖かい。お、カードキーレベル C を拾った。何何かがきしむような音がする。ディスプレイ、コンピューター電源が来てないから一旦出る。一旦出ます。怖い怖い怖い。もう音はしないか。この機材も相変わらず何に使うのかわからないって感じですね。ここは大型のコンピューター、電源が来てないからダメってことですか。これも機材か。何もかもつかないですね。まあとりあえず電源をつけるっていうのが多分今の目標だと思うんですが、影人の生態研究経過と結果、さっきのやつかな。まず第一に、クローン製造の現状報告。クローンはオリジナルと比較して非常に軟弱、健康面で大きなハンディあり、寿命は半年程度、性格、知性には個体差が大きい。原因は要検証。第2に、影人生態研究の結果。オリジナルは生殖組織を持たず繁殖は不可能。また時間経過による細胞の劣化現象が確認できず、1個体しか存在せず長寿または不老であると予測。最後に補足注意事項。オリジナルを収容している特別収容室にはレベル A 以上のカードキーを持つ上層部の人間以外立ち入り厳禁、また彼女の拘束解除を固く禁ずる。影人オリジナルっていうのは女性。さっきの、ああなるほど、電池が切れたのかな。ああセーブしときましょう。電池切れる前にセーブすべきだったかな。早くも1本目の電池を消費しちゃいましたね。何手に入れたんだっけ。レベル C カードキーってことは、まずはだから音が消えるのやめてくれよ。怖いよ。レベル C だから1回実験室を復旧。
たのか。さあ、一回実験室どこだ。ここではない。鍵が壊れている、うん、あ、待てよ、実験室ってこっち側だっけか。あったよ。そうですね、ここが復旧したっつっても、あれ、明かりはないのか。まあいいか、パソコンがつくはず。現在冷凍収容システムは稼働していません。収容体を収容した後、冷凍操作が可能になります。また冷却剤保管庫の暖房操作が可能です。操作を選択してください。暖房操作でいいはず。冷却剤保管庫の温度が正常値になると当操作は自動的に停止されます、暖房中は保管庫内が高温となるため動作が停止するまで保管庫のドアはロックされます。はいはい。向こうの部屋から扉が強く叩かれている。やべえ、なんかすごくひどい殺され方をした音がしましたね。ていうか、あの向こうの部屋ってそっちの部屋だったんかい。さあ戻ろう戻ろう。まさか、まさかね。まずこっちの部屋で実験室でなんかいる。どこでセーブすればいいかな。とりあえず操作して暖房操作、ここでセーブですかね。こっちに逃げりゃいいのか、こっちじゃないのか。ってことは地に逃げて捕ま、もう許してくれ。どうすればいいんだ。ってことはこっちに逃げるしかないんだろうけど、あん？起動していない？この部屋でなんかしろっていうのか。そうか、冷凍操作は意味がないと。どうする？ライト消す？意味ないか。じゃあこっち側に逃げて、なんとかあれから。うおお、お、収容体の収容を確認しました。収容体を一時的に高速処理します。安全のためシステムが自動で作動したようだ。お、逃げれる。ってことはだ、こっちで冷凍ダメか。あれ、確かに高速したはずだが、なんでだ。何、逃げられただと。おびただしい量の血だ、冷却剤保管庫の暖房が完了しました。保管庫の扉のロックを解除します。うん、よかった。失礼、何かエラーが出たみたいです。とりあえずセーブしときますか。まあなんでしょうね、あの高速から無理やり逃げたってことですか。暖房操作が終わった。でこっちは何もいない。そうか、じゃあ冷却剤保管庫が開いたんでそちらに向かっていきましょう。うわー、暗いのは変わらないのか。電源が来ていない。
広い。なんか調べるものあるのかな。まあでもなんかさっきの灰色の人みたいな、あれをあれに触るととりあえずなんかすごい殺され方をするということは分かりましたね。ここも何もないのかな。そろそろ電池を補充したいのだが、やっぱ何も見えないか。なんとなく冷却剤しかないように思えますね。進みましょう。2階北とまた別の通路。うわー、ここも広いな。鍵が壊れている。解剖室、嫌な音がしますね。万が一影人に襲撃された際の対処法として特殊な音波を影人に浴びせることがある。その音波と音声ファイルとして SD カードに保存し全研究員に所持を義務付ける。ただしこの対処法は完璧ではなく、一部のクローンには全く効果がないため不用意に影人の拘束を解かないこと。なお、音声ファイルを再生するためのポータブルプレイヤーは各自で用意すること。一般的な市販のもので構わない。なるほど。特殊な音波に弱い。血で汚れている。特に何もないのかな？解剖室って言ってましたからね。クローンがなんとかっていう話なんで。まあ多分その影人とやらの細胞から育てたクローンをここで解剖しながら研究していたということでしょうか。解剖の結果、オリジナルとクローンの生物学的相違点はなし、知性、性格、寿命の差がどこから生じるものなのか、究明には何か違った視点が必要かもしれない。またクローンの一部個体は高い自然治癒力を持ち、傷口の血液が直ちに固まり流血を防ぐという現象が見られた。血液検査の結果、成分的な異常は見られない。彼らは肉体的な次元を超えた何か超常的な要因によって特性を身につけるのか、人知の及ぶ範囲内に彼らの存在はないのかもしれない。相当危険なもん研究してたみたいですね。どなたでしょうか。今のが影人？はっ！血だ。なんだ？怖いですね。とりあえずセーブしておきましょう。あとは、ここは壊れている。ほ？自動ドアのようだが電気が通っていないため開かない。ここも開かない。だがこのまま何もすることがないぞ。はい。おお、渡り廊下。結構雨の音大きいですね。南西と、ああ、そっか。あれ？電池切れだった？早いなあ。前こんな早く電池切れしてたっけ？鍵が壊れている。まずいなぁ。電池があと1本しかないですね。あんまり手間取ってられないかもしれない。ここはすごくなんか逃げる予感がする。棚か。本の間に電池とかなかったりしない？ないかなぁ。会ってくれ。頼む。何もなかった。クソ。鍵を拾った。はい。
さあどっちから来る？さあどっちから来る？と思ったけど待っている。そうか、待っているのか。意味ないか。待っているのか。どうすればいい。うおどうすればよかったんだ。あら、あれ、電池まだ残ってますね。さっきなんで切れたんだ。こっちは鍵が開けあれば開けられそう。あ、待てよ、もしかしてここまだだったかな。さっきなんか音波に弱いとかそういう話を聞いたような気がしたんだけど、多分あいつを撃退するための何かが最初に必要なんじゃないかなと思い始めてきた。何もないか。何かの専門書だろうか。内容が全く理解できない。うん、こっちは死に気をつけろ、生き残ることが残された道だ。うん、さあ果たして生きて出られるか。もう何回かやられてるけど。うん、何もないか。ここも入れない。回ってきた。回ってきたか。北棟に何かあるんでしょうかね。こっちの方で何かを手に入れてからだったのかな。こっちは冷却剤か。一応全部調べますか。箱、何もないか。ってことはこっちが開かなくて、こっちが開いて動作しないのか。音声ファイル、ポータブルプレイヤーと、いや待てよ、拳銃使えないんですかね。一発だけ入ってる。ちょっと試してみますか。さてと、これでダメならちょっと考えなきゃいけないですね。この辺特に何もなかったし。無理か。どうすりゃいいんだ。でもさっき近づいた時ものすごい速度で迫ってきたような気がするんですよね。うい
お、大丈夫だ。ってことは釣りゃいいんだな。さあ、来いや。よーし。何？